曲ができるよりも前にそのうっすらとした構想だけがあり、アルバムまでにまあおそらくまあ3本ぐらいの、映像を与えていただける、まあ余地が多分ね、例えばそういうまあ時間であるとか、まあいろんな都合で、うん、おそらくこれは三部作であろうというのをなんとなく前提として始まったところがありました。そう、なんか僕がその襲撃という曲をその三部作の三作目としてお送りしますっていう時に、まあなんとなくそのモチーフとしてその太宰の、まあ、走れメロス、もう本当にみんなが教科書で読むような名作ですけど、うん、だからつまりその道徳心というようなところがきっとその走れメロスもそうですし、うん、まあその襲撃っていう曲にもなんかそういう部分があって、でそのまあなんかメロスと、まあそのね友であるそのまあセリヌンティウスのような関係の二人の歌だと僕は思っていますというようなことを追伸みたいな感じで多分お伝えした記憶がありますね。最初に歌を聴いた時は、あの最低な友達を聴いた時と、はい、あの似た心の震え方が起こって、うんうん、なのでその最低な友達の、うん、あの最低な友達を参照しなくても、はい、あの襲撃をしっかり楽しんでいただくことはもちろんできるんですが、うんうん、あの少し連続したイメージとしても影響を与えている気がしますね、うん、映像にも。やっぱりその今僕が作っているそのアルバムとしてまとめられるこのいくつかの曲に共通するテーマがやっぱり別れで、そのまあ別れの中でも最もまあ残酷というか絶対的な別れとして、そのまあ死別というか、まあそういう死というものがあり、で繰り返す別れというものにまあ当然つきまとう後悔であるとか、まあ罪の意識であるとか、なんかそういうものがテーマとしてあるので、モチーフとして、うん、同じものが流れているというのは確かにありますね。その物語としての共通イメージとしての登場人物を担われているのがこの3部作におけるドレスコーズさん、島良平さん演じるドレスコーズさんで、ずっと黒い服を3作とも着られていて、うん、でこう割と3作ともみんなの気持ちはとてもクリアだけれども、あの島さんだけ、ドレスコーズさんだけ向こう岸にいて、その、うんうん、そういう構図としての三部作は特に物語の構図として、あの三部作として転写されていってるのかなと、連続性があるのかなと考えています。すごくこう神話的なところがありますね、襲撃のビデオには。まあ、それはもしかしたら歌詞というか曲もそうなのかもしれないですけども、うん、一番こうまあ非現実的なというとあれですけども、うん、そういうビデオかもしれない。あ、今この状態でも今最低な友達だけがあの皆さんに見て、あの愛好家の皆さんに、その電波に乗って作品が公開された状態で、その時にやっぱりとても志麻さんがあのリアリズムの世界の中で抽象画のように抽象的な存在として最低な友達で現れるので、もしかしてドレスコーズの愛好家の皆さんをあのいい驚きじゃなく驚かせてしまったらっていうあの恐れもすごく皆さんにとって
さらにこう愛を加速させるようなものをこそ撮りたかったので、撮らせていただきたかったので、その不安はあったんですが、そのもう皆さん太鼓を叩いてくださってもう現代用語で言うところの、はい、いいぞもっとやれ、ね、いいぞもっとやれというお声を受けて、はい、少年セゾンも襲撃も、はい、でもどんな褒め言葉よりも、志麻さんを美しくあなたは撮られているよっていうことを言葉にして書いてくださる愛好家の方が感想を読んで、本当にどんな言葉よりもその言葉がもう胸に突き刺さって、それでもう襲撃があのような事態に発展させられたということでは、やっぱりね、コミュニティのオーディエンスの、ね、コミュニティの皆さんとのこう連帯責任としての襲撃の映像があるということも、はい、言えるかもしれません。なんかこう、僕は、まあ、話ベタなんでしょうかね、こうなかなか昔からですけども、こう人と例えば腹を割ってというような言い方がありますけど、僕はきっとそれを誰にも見せたことがない気がしていて、でだからきっと人には言えないんですね、 Be my baby っていうのは、うん、で僕を、うん、支配してくれる、であるいは僕が本当に僕のものにしていいと信じられるというか、うん、手加減しないというような、うん、そういう支配で言うと、やっぱりそれが人間ではなく、うん、まあ、うん、かっこよく言うと芸術というようなことになるですね。それは、うん、大衆芸術ですけれども、うん、うん、その音楽、ロックンロール、ポップス、うん、で自分がね、まさかこう足を踏み入れるとも思っていなかった、そういう映像の世界、まあ、映画であるとか、うん、なんか、うん、そう、まさにそういう、まあ、例えば被写体になることとか、うん、なんかそういう時にやっとこう、うん、まあ、自分はちゃんとコミュニケーションを取れている、うん、気にようやくなれるというところ、そこでその関係性に僕はすごく幸せを感じます。とても、うん、満たされた、うん、気持ちをいつも、うん、創作の場でだけは感じられる、うん、本当にたまたまこれまで仕事を映像の世界で映画の世界でご一緒していた経緯があったので、まず曲が生まれる前に、はい、会っていただけて、で脚本を書く中でもやり取りがあって、現場でも演じていただけて、本当にそういうこれ以上ないくらい言葉が多いとか会う回数が多いということではなくて、必要なコミュニケーションを経て撮らせていただけたのも、志麻さんがずっと何年間もかけて10年間かけて作られてきたチームの素晴らしさとともに、うんうん、こんなにきちんと皆さん、志麻さんの孤独さを皆さんがチームで守られていて、そういう中で歌を撮らせていただけて、 そこで本当にお互いの次の一手を引き出し合うようなコミュニケーションが生まれていたのではないかと、はい、感じています。はい、そう、なんか自分からは、うん、こうまさかそんなことは口にできないことを全部的確に
おっしゃっていただいて、そうきっと僕はそういうチームにいるんですね。僕そういうチームにいるのさって口が裂けても言えないの でみんなきっとそういうふうに僕のその孤独みたいなものを守ってくださるならば、僕はもちろん全てを差し出しますね。もちろん全てを捧げて、うん、それはあの志麻さんがやっぱ漂わせているものを他者がつい口走らせてしまう力が志麻さんにはあって、志麻さんがそれを空気に乗って言葉に乗るのは他者だったり他者の演奏だったりするかもしれないんですけど、やっぱり、うん、何か志麻さんのにそういう器がお持ちだからつい行ってしまう。そして志麻さんがきちんとそれをキャッチなさって、うん、メキメキと、はい、素晴らしい歌が、うん、生まれていくのは本当に生命体を見ているような、生命系を見ているような、うん、この上ない喜びでした、うん、私は志麻さんの音楽に捧げて、でその前に志麻さんがきっと映像に捧げて歌を書いてくださって、その歌に私が映像を捧げて、その映像に志麻さんが肉体を捧げて、はい、本当にずっと捧げ合っているような、うんうん、はい、そういう、はい、うん、そういう工程でしたね、はい、そうしたやり取りでした、はい、はい。文学的な歌詞なのに、はい、やっぱり肉体感がそこに志麻さんのドレスコーズさんの音楽にあるから、だからやっぱり季節っていうものが伴って、うん、自分の肌感覚、その人物の肌感覚、うん、皮膚感覚、温度感っていうものが本当に絶えずなっていて、それが映像になった時に季節の描写、光と影をもたらして、うん、いっぱい歌から注ぎ込んでいただいて、当初の志麻さんが掲げられた目論見であった、はい、劇版を先に書く、主題歌を先に書く、はい、という試みとして、うん、本当に面白い試みに読んでいただけました。はい、それこそね、自己的にそれが生まれたっていうのがまた、うん、やっぱりふさわしいタイミングでなんかこう、うん、ご一緒できたなという気持ちは、はい、とってもあります。はい、はい、心からあります、はい